どうもフィチュールの太郎です。皆さんはジムに行ったことありますか？大体のジムでかっけえ音楽が流れてると思います。大体みんな集中してるので、こうやってじっくり聞く人はいないでしょう。そこで今回はどこまでジムに合わない曲をかけたらバレるのかという検証をやっていきたいと思います。それでは行こう。誰の選挙？